ございます。おはようございます。髪の毛ボサボサです。はい寝起きです。寝起きです。今日はツアーです。ちょっと涼しい。うん、エアコンつけてない。逆に涼しすぎて。おはようございます。もうお台場に来てしまった。すごい早い、さすがです。今日はアイス食べてないのね。昨日食べたので朝からは食べれません。もう東京にいるの。東京です。髪の毛ボサボサはもう言わんでもうさっきさっき言いました。それもうボサボサです。何もしてないんで安心して眠そう。寝起きです。そうです、私は最後です。今日が ガチの寝起きですか寝起きです。北海道は乱入はそうですね、したいけどできないですね。まあ分かんないけど分かんないけど、おはようございます。朝ごはんは食べてませんふふ目覚まし時計で起きたの。はい、アラームをかけました。食べずに行くの。向こうで食べます向こうで食べます。寝るとき冷房つけてますか？つけてるけど、なんか今日は途中で寒すぎて切りました。
今日も差し入れが楽しみですね。ね、楽しみ。なんだろうなと。東京といえばという差し入れがあるのかなという。すごい、なんかもうローアングルすぎて。東京バナナはありそう。もう結構好きなんですね、東京バナナ。美味しくない？なんか。そう、東京といえば。おはようございます。なんだろう、なんなんだろう。あ、もんじゃ焼きね。もんじゃ焼きいいよね。もんじゃ焼き食べたな。どれ食べたんやっけ。あー、そうだ、はいはいはい、全然名古屋でもんじゃ食べました。東京といえばネギシの牛タンね。ネギシ食べたい。ネギシ食べようか迷ってます。もんじゃの具はもう王道に明太チーズ、明太もちチーズもんじゃですね。はい、明太子好きです。もんじゃは未だにうまくできない。まあ意外とね、なんかなんていうの、キャベツ太い人とめっちゃ細かい派とかいない？ね、まんじゅうなら私が作ります。二度寝はね、しないかな。はい。はい。顔は起きてるんですけど。はい。顔は起きてないけど、中身は起きようとしてます。だから寝ないと思う。おはようございます。何時出発？もうそろです。もうそろ出なきゃいけないです。寝る可能性もある。そう、寝る可能性もあるね。起きてください。はい、大丈夫です。きっと。どこ行くの？秘密です。秘密の場所に
今から行きたいと思います。魚釣り、魚釣り行こうかな。魚釣り行こうかな。おはようございます。臨海線？そっか、臨海線なのか。臨海線なんか乗った記憶あるの？めっちゃ昔の話やけど。ゆりかもめも乗ったことある。お台場行った時に乗ったかな。ね、懐かしいね。おはようございます。あ、そう、大江の温泉物語がね、なくなったのが、行ってみたかったんですよね。お台場にある、あったから。東京公演頑張ってください。ありがとう。洗い場行くの初めての人もいるんだ。ぜひ気をつけて来てください。大丈夫、全然です。ただの朝起きて喋りすぎです。朝起きての喋りすぎです。私朝起きてからほとんど喋んないんで、普段は。皆さんはそうだと思うけど。そうね、独り言です。喋れないことある？いや、ある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 。ねえ、その朝から喋らんよ、起きて。自分に怖いよね、喋ってたら。すごい独り言多いやんっていう。ねえ、寝てても喋ってる？私ね、寝てては喋らない人なんだよね。めっちゃ寝てるらしい、普通に。そう、今日ピチカフェ行くよ。お、ぜひカニライク堪能してください。よろしくお願いします。そう、寝言はね、言わないらしいね。私寝言言わないんだよね。言ってない分起きてちょっとめちゃうるさいのかもしれんね。寝言言ってたら普段はもうちょっと落ち着いてたかもしれないね。あの話っていう。
出ました、ありがとうございます。540です。はい、ということで、あ、やばい、あ、大丈夫だ。はい、ということで皆さん、本日は、東京公演でございます。はい、ぜひ皆さんに会えるのを楽しみにしています。短かったですが行ってまいります。それではバイ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 、ありがとう。